シグナル伝達検転写活性化因子あるいは略して、スタッドは細胞増殖、文化及び生存などの過程を制御するタンパク質であり、その名の通りシグナル伝達と転写活性化の双方において働く分子である。スタッドは非活性化状態においては細胞質に存在するがジャックが活性化されることによってリン酸化を受け、 核内へ移行して、目的遺伝子を活性化する転写因子として機能する。この活性化経路は、ジャック・スタッド経路と呼ばれており、ジャック・スタッド経路の制御不全は、悪性腫瘍形成の初期の過程などにしばしば見られ、血管申請や腫瘍の生存延長、免疫抑制などを引き起こす。スタッド3。スタッドタンパク質のドメイン構造を呼び、翻訳後就職。 これまでに同定されたスタットファミリーに属する分子として、スタット1、スタット2、スタット3、スタット4、スタット 5A、スタット5バイト、スタット6の7種類が存在している。これらのすべての分子は、主に両体を形成することができる。また、スタット1、2やスタット1、3、スタット 5A、5バイトなどのヘテロに両体が存在することも知られており、 いずれもシグナル伝達に関与している。スタッドの構造中には DNA 結合ドメインやジャックによりリン酸化された受容体との結合部位にあたる SH にドメインを有しカルボキシルキマッタン側には保存されたチロシン残機が存在してスタッドに両体の形成に関与している。サイトカイン受容体とスタッドとでは数的に1対1で対応しているわけではなく 複数のサイトカイン分子が同一のスタットを活性化し得る。例えばいるマイナス6とインターフェロンガンマは共にスタット1を活性化するが生理活性は異なる。このことはいるマイナス6がスタット1以外にスタット3をも活性化し得るためであることから説明がつき実際にスタット3を書いた細胞においては いるマイナス6はインターフェロンガンマと類似した作用を示す。ジャックスタッド経路の活性化。左より、細胞膜における受容体タンパク質の解合、受容体のチロシン残ジコリン酸化、スタッド分子の結合、スタッドに量体の核内移行、転写活性化。サイトカインのシグナル伝達は、ジャックスタッド経路を介して行われる。 細胞膜表面に存在する受容体にリガンドが結合すると受容体タンパク質の細胞内ドメインと会合しているジャックが活性化し受容体のチロシンリン酸化を行うこのリン酸化を自己リン酸化と呼び受容体のリン酸化チロシン残器がスタット分子の SH2 ドメインとの結合部位となる転写因子であるスタットタンパク質は カルボキシル元側のチロシン残機がリン酸化されると、共に SH2 ドメインを介した二両体を形成して活性化する。これによって、輸送体タンパク質であるインポーチンを介して、核内へ移行した後に DNA 上のプロモーター領域に結合する。例えばインターアフェロンガンマによって活性化される、スタッド1ホモに両体は、 ガスモチーフと呼ばれる配列に、イルマイナス2によって活性化されるスタットごホモに、両体は MGF ボックスにそれぞれ結合する。このような気候を介して活性化したスタットは、転写活性化を引き起こし、主樹の生物活性の発現につながる。一度チロ森林酸化を受けて、核内へ移行したスタットが、ホスファターゼによる脱輪酸化を受けるという相対タンパク質である。 CRM1、ラントップにより格外輸送を受ける。また、スタットのセリン残期のリン酸化は、スタットの活性に影響を与えている。ジャックスタット経路の活性化のレベルは、通常5から30分で、ピークに達し、1から4時間で、元のラインにまで戻る。細胞には、サイトカインのシグナルを正または負に制御するシステムが備わっており、向上性の維持において、 重要な役割を果たしている。ポジティブフィードバック機構としては、インターフェロンガンマによる、スタッド1やイスグ15の誘導などが知られている。一方、サイトカインシグナルの抑制経路として、タンパク質分解による、受容体発現の減少、チロシンホスファターゼである、SHP による、ジャックよびスタッドの脱輪酸化、ピアズやソックスと呼ばれる。 タンパク質によるスタットの機能阻害が挙げられる。サイトカインの刺激により生徒をいずれのフィードバック機構が強く誘導されるかは刺激の強さに依存し、大量のサイトカインによって刺激を受けた際には過剰なシグナルを抑制するために負のフィードバック機構が働く。ありがとうございます。